いいかな。え？いただきます。いただきます。よかった、エムちゃんをお昼ご飯に誘えて。今日はお日様もポッカポカでピクニックみたいだね。それにほのみちゃんと二人でお昼ご飯食べるの初めてかも。あ、でもお店で一緒にアップルパイ食べたことはあったよね。そうだね、そんなに前のことじゃないはずなのに、なんだか懐かしいかも。そうだ、この間は素敵なショーを見せてくれてありがとう。フェニックスワンダーランドに行ったのもすごく久しぶりだったからついはしゃいじゃった。楽しんでもらえてよかった。またいつでも遊びに来てね。まるでお家に招待されるみたいだね。あ、でも M ちゃんのお家が経営してる遊園地だし、お家感覚でも間違ってないのかも。案内をしてくれている時もいろいろ教えてくれたし、エムちゃんにとっても大切な場所なんだろうな。ねえエムちゃん、ちょっと前のことなんだけど覚えてるかな。放課後に廊下でエムちゃんが私にドッキリを仕掛けたことあったよね。うん、ほのみちゃんあの時ナイスリアクションだったね。覚えてる？なんで辛そうな顔してるのって聞いてくれたこととか。中学生時代は吹奏楽部だったから懐かしいなって思ってただけだよ。本当に？うん、本当にそれだけ。私ちゃんと笑えてるかな。あの時は懐かしんでただけって言ったけど、あれは嘘。私あの時サキちゃんたちのことを避けてたの。え？どうして？長くなっちゃうけど聞いてくれる？うん。私中学生の時クラスの子たちの相談をいろいろ受けてたの。みんなの力になりたかっただけなんだけど、みんなにいい顔してる誰の味方なのって言われちゃって、私しばらくクラスのみんなから無視されちゃったんだ。え？その時いちかちゃんがすぐ気づいてくれて心配してくれたんだけど、私なんだか怖くて相談できずに避けちゃったの。高校生になってもずっとそのまま。ほのみちゃん、 M ちゃんが声をかけてくれたあの日も、さきちゃんが何度も声をかけてくれようとしたのにろくに話もしないで逃げて、 M ちゃんの言う通りすごく辛かった。さきちゃんにあんな態度しか取れない自分がすごく嫌で、だからそんな時に大丈夫って声をかけてもらえて、私本当はすごく嬉しかったの。 M ちゃんがいろいろ話をしてくれてすごく気持ちが楽になった。本当？あの時はごまかすだけで何も言えなかったけど、 M ちゃんあの時私に声をかけてくれて本当にありがとう。どういたしまして。そういえばあの時 M ちゃんとした約束もようやく果たせたんだね。ほのみちゃん
私たちのショーができたら絶対見に来てね。そしたら絶対絶対笑顔になれるから。エムちゃんの言う通り、エムちゃんたちのショーで笑顔になれたよ。だからもう一回ありがとうだね。それじゃあ私ももう一回どういたしまして。これからもたっくさんみんなが笑顔